三条三熱武は、江戸時代後期の苦行。内大臣、三条、孔治の子。官位は、十一位。内大臣、蔵武大臣、蔵正一くらい。明治期の元君、三条、耳の父。海江元年に武家転送となり、たびたび江戸に下って、対米政策について、江戸幕府と交渉した。安政五年には、日米修好通商条約への直居をめぐり関白。 九条久忠と対立して、3月7日には、左大臣、この江忠宏と共に三大停止を命じられる。これに激怒した、公明天皇によって2日後に、右大臣、高塚佐助宏と、県大納言、二条成行を直視として、この江、三条両邸に派遣して両名に、三大の直命を下した。これは、長年朝廷の全権を握っていた、摂家が直となり、 政治的に非力であった成果や出身の参上を出資させるという区下社会始まって以来の出来事として衝撃を与えた。安政6年4月に安政の大国で謹慎の処分を受け出帰して丹空と合した。同年病気帰徳となり11位に上され10月に謹慎していた一乗寺村で皇居。去年58、皇后の文久2年に 右大臣が追贈され、明治2年には、明治天皇より、ただ明ら公の送り名を与えた。さらに、1899年には、増将一くらいに追唱された。リモトアメ、幕末の公家社会 ISBN978 から、4から 642034029P145、e、から146増右大臣3条、左熱無得志をもって、 議会追証セラルアーカイブド2016年3月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ジョイ・最下書、明治32年、ジョイ・マキ・ナナ、国立公文書館アジア歴史資料センター、官報第4873号、ジ任及び、事例1899年9月27日。ありがとうございます。